沖縄県内の法人は約25,000、昨年だけで1800社もの会社が誕生しています。この番組は企業率全国トップの沖縄県で中小企業サポートに励む3人のコンサルタントがビジネスに役立つ情報をお届けします。毎週ゲストに県内の経営者をお招きし、開発部屋や大ピンチ話などぶっちゃけ話を聞き出します。うちなんちの皆さん、あなたがよく知っている商品のや会社の裏話聞いてみたくないですか？皆さんこんにちは。沖縄ビジネスサテライト、本日の代表 MC は私、組織人材コンサルタントの伊波直子とシーマコンサルティング株式会社経営ビジョンアドバイザーの金城勉でお送りいたします。ではまず簡単に私たちの自己紹介をしておきましょう。代表 MC の伊波はですね、企業の人に関するあらゆる、課題を改善して事業の活性化をさせるコンサルタントです。まず会社の理念やビジョンに沿って人が目的意識を持って働ける組織を構築します。組織に会社の夢と働く人の夢がリンクするところを作ることで企業と働く人が勝手に成長するようになります。根本的な改善をするのでリバウンドなし、人が経費でなく継続的に資産にするのが得意なところです。私、企業および、個人事業者の、資金調達を含めて、課題を解決するための、事業解決、計画の作成を、具体的には、企業のですね、現状把握を行ってですね、その企業のですね、どこにボトルネックや、課題があるかを見つけ出して、経営者のですね、頭の中にあるですね、課題をですね、紙というですね、ものに落とし込んでですね、創業者の計画からですね、既存事業者ではですね、既存事業とですね、新事業のですね、相乗効果っていうかですね、そういったものを、しっかり計画書のサポートや、計画予定通りに進むための PDCA 支援、計画行動チェック、さらなる行動ということを行っております。はい、では沖縄ビジネスライト、今日はこの2人が、番組をナビゲートします。早速、ゲストを呼びしましょう。本日のゲストはインファクトリー代表のコーチさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか緊張されてるとおっしゃってましたけど大丈夫ですか？はい、早速なんですけども、コーチ社長の会社は何をされていらっしゃる会社か、ラジオのお聞きの皆さんに、御社のご紹介をお願いします。はい、ユイファクトリー代表のコーチ正隆と申します。はい、私たちはですね、沖縄で初めてハブの皮の加工からですね、製品の製造までを一貫して行っている、会社になります。ハブだけを使っているというのが特徴なんですね。はい、私も拝見したことあるんですけども、はい、商品も、はい、かっこいい と、はい、いつも思いながら。そのユーファクトリーさんは創業はいつされたんですか？もう11年前、2008年ですね。2008年、はい、11年目に、ね、いらっしゃるんですね。すごい。コーチ社長は創業者でいらっしゃって、
そうね、ハブの商品といっても、まあ、この番組実は YouTube で全国であの放送されてるので、はい、もしよかったら詳しいサービス内容や商品の詳しいところをお聞かせいただいてもいいですか。はい、ですね、2008年設立しましたが、うんうん、その2年前にですね、川のハブ側のですね加工に着手しまして、うん、で、あれこれ2年かけて、生の皮から製品にするまでの皮に変えるこの加工技術っていうのを沖縄で初めて、はい、取得しまして、うん、それを、東京の方でですね、比較技術センターというところで、うんうん、一応テストですね行いまして、伸縮性とか耐熱性っていう、うん、はい、製品になるまでの、一連のテストを行いまして、うんうんうん、それから製品化 しまして、うんうん、会社設立に至りました。うん、そうなんですね。うん、なんかあの何かコンテストにもなんか優秀賞とか取られたようなお話も。そうですね、あの、商工会、商工会、うん、主催していまして、うんうん、アリンクリンイチというコンテストにて、うんうん、2度ですね最優秀賞をいただきまして、最優秀、はい、最優秀の県知事賞2回も2回いただきました。普通2回とかあるんですか。わ、今聞いた話では多分初めてだと思います。3回、はい、へー、それだけな特産品として県からも認められた商品、うん、製品なんですね。になってほしいですね。いやでもすごいですよ。ね、でもそもそもそのハブを使ったこの商品開発で会社を立ち上げようみたいなのはどんな思いや経緯があって、あの創業に至られたんですか。ですね、今でも鮮明に覚えてるのが、はい、あの東京の革 の専門学校ですね、うん、に通っている時に、あ、通われてたんですね。はい、あの沖縄の革を使って、うん、商品、まあ、製品作ってみたいと思ってですね、その時ずその素材をいろいろと見てたんですね。でその時に、一番このインパクトもあって、で見た方がね綺麗だって思えるような模様、特徴のある模様っていうのが、模索した時に、まあ、ハブが本当に的中したというか、まあ、パッと浮かんだんですか。そうですね、パート調べてる時に、あ、でもハブって変わるのかなっていうところから、あ、まあ、そっか、そもそも、はい、うん、そこから入りまして、うん、調べてみると、うんうん、沖縄県内では、川にする業者さんがいないっていうことを知りまして、ぜひこれ綺麗な川加工してみたいなって、あ、自分の手で、はい、思いましたね。そうなんですね。で最初そういうきっかけなんですけども、開発っていうのに2年かかられたってお聞きしたんですが、その辺のこう進まれ方っていうのをちょっとお聞きしてもいいですか。一番ですね、あの物を作って、うんうん、まあ、営業するよりもこっちの方が一番ドキドキしながらやってるんですけど、うん、誰かにね、あの革が先にこう加工されたらどうしようと思いながら、そっかそっかそっか、着目するところも、なので、まあ、革にしながら、うん、いろいろと試行錯誤してたんですけど、一番難しかったのが、うん、こう革にならない理由っていうのがわからないんですね。やっぱ最初革にならなかったね、そもそも。簡単には全然いかなくて、でやっぱりその、ね、何度も折れかけるんですけど、それでも、まあ、あのした時のイメージを、ね、想像すると全然、ね、こんなところでやめないでやってやろうっていう気持ちになってたので、そっかそっか、それが一番大変だったんですけど、楽しくもありましたね。何度かでもやめようっていうのはあったんですか、2年の中に。一番大変だったのが、うん、あのその失敗となる要因を探ってる時に、沖縄暑いので温度、ああ温度、温度、はい、温度がとてもその加工に影響するっていうところがありまして、なのでその工程工程によって、ね、温度が高い方がいい低い方がいいっていろいろありましたので、そこの要因を見つけるのは大変でしたね。ああ、そっか、そもそも要因のところをや、ね、追求しないと商品にならないっていう、そっか。で、まあ、ちょっとそのご苦労も本当は詳しく聞きたいところなんですが、発売されました、はい、2年に。
後に、はい、でその時売れ行きとか反応とかってどうなったんですか？ですね、手作りなので最初すぐこう量生産っていうのはいかないので、作れる量を増やしながら、うん、その営業先さん、取り扱い店舗さんを増やしていったという過程ですね。そっか、じゃああまり見かけない素材だったので、はい、っていうところもあるんですよね。そうですね、ハブの製品っていうのはハブ種とかハブの油っていうのは一般的に流通はしてたんですけど、うん、このハブ革製品で、しかもハブの骨も使っているっていう商品の製品っていうのは、うん、その時沖縄にほとんども買いに、なかったの、はい、なかったので、まあ、結構喜んで取り扱いしていただいたところもあるんですね。軌道に乗るまではどのぐらいだったんですか？軌道に乗るまでにはですね、3年ぐらいやっぱかかりました、ね。それは、まあ、法人のお客様はなんかこう商品取ってくれるってさっきおっしゃってたんですけど、なんかそのエンドユーザーと呼ばれるこう観光客とか県内のお客様にはなんかこう浸透するまでにはどうだったんですか？やっぱり時間かかったっていうのと、そちらは時間かかったんですね、はい、持っていただければその価値っていうのは少し結構早く浸透していったと思うんですけど、まずそのハブの革の製品っていう、まあ、蛇の革の製品と違い、蛇とハブの違いですねっていうのも含めると、やっぱり三振とかにもハブが使われてるっていうのが5人もあったので、そっか、今、ごめんなさい、私も思ったかも今、違うんですよ、違うんですよ、あれがヘビなんですね、ヘビですよ、そうなんですよ、なのでそのハブの価値とか、ね、数が少ないと希少性っていうのを伝えるのがやっぱり大変です、ね、その時どんな改良とか工夫とかでされたんですか？やっぱり最初はですね、クオリティを伝えるためにも、うん、まあ、そのハブを知っていただくためにもやっぱり数を多く作るっていうところに最初は着目しまして、で取扱い店舗さんっていうのも、多い時で45箇所ぐらいまでは取り扱いいただいていたんですね、まあ、それを機にですね、観光客の方やその地元の方々にそのハブの革があるっていう、まあ、商品があるっていうことを少しずつこう知ってもらった形ですね。最初マーケットを自分で開拓して作るっていうところからっていうところでやっぱり数が必要だったんですね。そっかそっか。もしよかったら代表 MC、はい、あ、そうですね、何かご質問あれば。で、これまでですね、はい、何かですね、まあ、やってきてですね、はい、大きなチャンスとか、まあ、転機っていうのがですね、はい、あったら教えていただけますか？今でも覚えているのが、うん、テレビ取材っていうのが一番最初に大きかった。テレビ取材何年度にあったんですか？ですね、確か4年2012年ぐらい、ちょうど設立して4年ぐらいですか、はいはいはい、の時にテレビ取材等いただいて、でそれからその、まあ、県外 の, その物産展とかっていうのに呼ばれていただく、県外のメディアさんだったんですか？メディアは最初県内だったんですよ。県内から、はいはい、それを見ていただいたその物産公社の方とかですね、それがお声掛けいただいて、それが県外にも行くようになりました。もう、そうですか。逆にですね、はい、もうちょっともうこれはダメかなっていうですね、はい、本当に、まあ、まあ苦労というか、ね、危機に直面したという経験はございますか？そうですね、今から約3年前3年前くらいですね、ちょっとアバウトなんですけど、はい、ハブの皮をもともとは、まあ、粉とか油にしている業者さんから購入してたんですね、はい、なんですが、まあ、商品を今後作らないということになりまして、うん、供給先というか資源調達先が、もしかして1本だったんですか？その当時のその時も2本ぐらい、2、3本の業者さんはいらっしゃって、どうしてもその今あるその商品の供給に対しての革の数が足りないっていう、どうしようかとなった時に、沖縄県 の駆除されているハブっていうのを調べまして、それからですね、市町村単位で
お願いして今、うんうん、まあ、提供買い取りさせていただいている、うん、そうですね、はい、仕入れ先は業者さんじゃなく、うん、市町村、市町村に、はい、市町村にお願いします。そうなんですね。このあれですか、市町村の方では、はい、まあ、どういった感じで着目していったんですか。そうなんです、沖縄県自体がですね、県単位で駆除はしてなくて、はい、市町村単位で駆除してるので、しているところとしてないところがあるんですね。でまずそれをまず調べまして、うんうん、で駆除されたのがどうなっているかっていうのを調べまして、うんうんうん、でやっぱり調べてみると、大体もう破棄されてるっていう。ああ、そうなんですね。それをどうにか保管していただいて、うん、ある程度数が溜まって購入させてもらえないかっていう交渉、交渉をお願いしまして、うん、今では5市町村ですね、久米島、伊平屋、伊平島、那覇市、うん、まあ、地元である早原町の市町村と提携させていただいてますね。やっぱ仕入れがね、やっぱできなかったら、原料ができなかったら、ね、続けられないですからね。はい、またね、市町村がちゃんと駆除したっていう、うん、そのまもうね、捨ててしまう命をというか、また復活してっていうところが、はい、やっぱり沖縄の財産っていうね、うん、なんかすごいいい仕入れ、なんだろう、調達の仕方 ね、されてらっしゃるなっていうふうに、うん、初めてお聞きしました。嬉しいですね。ね、まあ、そんなハブをね使われて、はい、今までこう喜びを感じたり、はい、こう気にして嬉しかったことを、もしよかったら教えていただけますか。一番嬉しかったのが、はい、やっぱりイメージが悪いんですよね、ハブ。あ、これなのでちょっと怖い感じ。そうですね、ありますね、はい、特に女性はそうかもしれない、うんうん、なのでそれが商品にして、うんうん、こう見てもらった時に、うん、綺麗、かっこいいとかっていうのをもらったときに、うん、してやったなって思う。してやったな。あ、そっか。ようやく活躍できるようになったのかなって、うんうん、ね、怖くて破棄してっていうような、うん、まあ、いらないものみたいなね、うん、ちょっと存在を商品にして逆に逆転できたって。逆転ね、はい、もしそんな高知社長は趣味とかなんかちょっと聞いてみようかな。最近言われるのが色黒いねってよく言われるんですけど。あ、そうですね。こう釣り焼けではなくて、今店舗を、まあ、作りをしてまして、はい、でその傍ら、趣味が釣りなんですけど、釣りなんです、まあ、時間が作れるときはたまにこう離島とか、はい、近くちょこちょこっと行って、短時間でも竿を出すっていうのが、うん、なんかもともとハンターなんですね。なんかね、そうそうそう。なんとなくなんかそんなワイルドなこうちょっと匂いも感じながら、はい、はい、いろいろ本当に聞きたいことあるんですが、はい、はい、ありがとうございます。ねえ、そんなね、コチ社長、今日せっかくなので、本日これだけは宣伝しておきたいっていうことがあったらですね、ぜひ、ちょっとお願いしたいなと思ったんですけれども、はい、ですね、今の商品、まあ、物だけをこう手に取っていろいろ感じてもらうだけではなくですね、うん、工房の方に今、いろいろとおハブを買ってですね、この駆除されているものがこういう製品になっているっていう流れをしていただきたいなということで、こう施設じゃないですけども、今そこ店舗作りっていうのに力を入れてまして、でそこでまあ商品の今までこういう流れっていうのを知ってもらって、付加価値をこう感じてもらえたらなって思ってます。ですので、店舗ですね、店舗に来ていただいて、いただければ少しずつ店舗も含めて成長してるんじゃないかなって思います。ちなみに店舗はですね、どの場所にあるんですか。ハエバル町のですね、荒川という場所なんですが、はいはい、結構もう周りが森で本当にハブが出そうな。あ、そうなんですね、はい、店舗兼工場ですか。はい、そうです。あ、そうなんですね、
これはユイファクトリーと打ったらもうホームページか何か出てきますか。出ますね、Google マップさん。Google マップさん。Google マップの。じゃあ皆さんにちょっとユイファクトリーと沖縄とか打っていただいたら、はい、全国の方も訪れることができるんですかね。はい、でなんか。あの会員登録とかもされてらっしゃるとか、はい、そうですね、あの今後は本当にこのハブの皮を好きで価値をこう見出していただけるお客様にですね、あの会員になっていただいて、うんうんうん、その会員の方しか見れない情報や限定の、商品限定の数ですね、うんうんうん、を、企画して販売展開していこうかと考えてますね。うんうんうん、じゃあちょっと店頭に一度ね訪れていただいて、はい、ちょっと会員登録だったりとか、そうですね、ちょっとホームページからも、あ、はい、ホームページからも、いただけますので、うんはい、じゃあぜひ皆さんチェックお願いしますね、はい、よろしくお願いします。で今日ですね、はい、またまたあの特別にリスナーの方にあの素敵なプレゼントがあるというふうに、はいはい、お伺いしてるんですが、ハブ側で作ったですね、はい、骨付きのキーホルダー、骨付きのキーホルダー、はい、5名様の、5名様に、はい、ありがとうございます。使っていただきたいと、はい、実は今日ちょっとそのキーホルダーはないんですが、あの名刺入れかっこいいのがあるのでよかったらちょっとここに、はい、はい、こんな感じで、いいですね、ね、すごい、はい、はい、でこのこちらの部分がハブの皮と、あと兵庫県の姫路産の丸顔を使って、はい、丈夫に使えるように長く使えるように作ってます、ね、じゃあ大体5年ぐらい、5年近く使っている名刺です。あ、5年でこのなんかツヤが、ツヤが出ます、ね、使えば使うほどです ね、はい、ありがとうございます。そんなキーホルダーのプレゼントさんの応募先を、はい、じゃあ金城さんお願いします。はい、欲しいとですね思われた方は、早速メールで、ご応募ください。メールでのですね応募法を申し上げます。タイトルは、おきびしプレゼント応募として郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、お電話番号、プレゼント商品名をお書きください。応募用のアドレスを申し上げます。 okibisi@fmnaha.jp です。応募期間はこの放送から2週間です。2週間ですので、9月の、13日ですかねの火曜日深夜0時まで有効です。どしどしご応募お願いいたします。また、この番組は YouTube でも配信していますので YouTube FM 那覇で検索チェックしてみてください。今申し上げた応募用のメールアドレスも載っております。はい、それでは、最後になったんですけれども、はい、これ皆さんに経営者の様に伺ってるんですが、はい、こっちゃんにとって経営とは何でしょうか。はい、怖いハブが、喜びに変わるという、幸せですね。それが経営の中に入ってるんじゃないかと思います。ね、何度かね出てきましたけれども、あの捨てられる命だったり、ちょっと怖いって言われるような、なんとなく皆さんからちょっと敬遠されるようなものが、はい、で喜んでもらうっていう、このギャップというか振れ幅というか、はい、うん、嬉しいですね、活用できたっていう、ありがとうございます、勉強になりました。まだまだお聞きしたいんですが、今週の、ね、沖縄ビジネスサテライト、本日は、ユイファクトリーの、コーチ社長にお越しいただきました。貴重な話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。金城さん、いいお話を伺いましたね。そうですね、今日のですね、おきびしキーワードは何をやりましょうか。毎回ゲストと、ね、はい、お話の中から言葉を拾って、ビジネスのヒントや、一緒になればなと思ってますが、はい、私はですね、あの資源、うん、あの特にあの捨てられるような命だったりっていう、まあ、駆除されてっていうような、うんうん、その破棄する命をまた製品にするって、うん、これなんかね、今あの環境問題とかも言われてますけれども、うんうんうん、あのこう循環型の組織、あの社会を作っていこうっていう、今のね21世紀にぴったりなワードかなと思って選ばさせていただきました。はい、はい、
この番組は、沖縄の企業を元気にする、シンマコンサル株式会社、はい、組織人材コンサルタントの伊波直子の提供でお送りしまし ました。というわけで、はい、次回も水曜を午前10時半沖縄ビジネスサテライト、来週も素敵なゲストをお招きしてお届けいたします。それでは次回もあの人に学ぼう、沖ビジで。今日は本当に松さんありがとうございました。ありがとうございます。